さんこんにちは、川原彦ジュニアです。今日はですね、ゴールデンウィークに発売になったこの琴音の新製品のウクレレ CS707 シリーズの詳細をお届けします。はい、今回発売になった琴音の CS707、のソプラノとコンサートになります。琴音のウクレレは実は CS シリーズというのと CC シリーズという2つのシリーズがあります。この CS シリーズというのは琴音スタンダードの略で、このウクレレのね、この音を作るこのボディの箱が1つの木材で作ったシリーズを CS シリーズと言ってます。で、もう一つの CC シリーズっていうのがあるんですけども、これは琴音カスタムの略で、このウクレレみたいに、この表がスプルースという木で、これ、後ろとバックがハワイアンコアを使ってるんですけども、こうやって違う木を組み合わせて音を作っていくウクレレを CC シリーズ、琴音カスタムと呼んでます。今回新発売になったのが、この CS シリーズです。で、今回発売になったこちらのシリーズではどの木材を使っているかというと、このボディのこの箱、表も横も裏も、そしてあとネック、このネックの木材、それとあと実はこのボディの中の補強材とかいうんです、こちらのパーツを全部ホンジュラスマホガニという木を使っています。ホンジュラスマホガニ以外の木はここのブリッジのところのパーツ、それとこの指板面、これはグラナディノという木を使っております。このホンジュラスマホガニーもグラナディノも全部中南米産の木です。実はマホガニーのボディを使ったウクレレというのは CS7SL というこのソプラノウクレレで、マホガニーは採用しています。これもボディがマホガニー、そしてネックマホガニーですね。ただ中のパーツは、メープルだとか、あとバスウッドとか、そんないろんな木を使っています。このマホガニーとこちらのホンジュラスマホガニー、これ何が違うかというと、こちらは実はアフリカンマホガニーと呼ばれるやつです。センダン科のカヤ属に属する木になります。一方ホンジュラスマホガニーはセンダン科のマホガニー属に属する木です。とても2つは似てるんですけども、性質もちょっと異なります。そしてこのセンダン科のマホガニー属に属する木はとても今ではもう希少な木になっていて、実は WHO ワシントン条約とかの、世界的機構で、輸出入を制限されたりとかするぐらい希少な木になってるんですね。そちらの希少な木を使って、ウクレレを作らさせていただきました。このようにマホガニーはとても甘くまろやかな音になります。この音の特徴をやはりもっともっと伝えたいと思ってですね、今回は中のこの木材も全てホンジュラスマホガニーにしてみました。そして、他に特徴的なことといえば、今までの実はシリーズ、この CS7S シリーズよりもかなりですね、このネックのグリップを細くしました。ちょっと比べてみましょうか。どうですか、わかるかな。こっちが今までの CS7SL で、こっちが新しく CS707SL。 ほら結構違うでしょ。指板の厚さ、この面の厚さも実はこちらが、5ミリで、こちらが3ミリに変えてます。これは何で変えたかっていうと、今までのこの CS7SL はどちらかというと、こうやってメロディーを弾くときにしっかりと音が伸びるような、設計を目指してネックも太くしました。でこちらはもちろんメロディーも弾いても大丈夫なんですけども、どちらかというとこうやってコードを弾きながら、例えば歌の伴奏をしたりとか、そういうような
時に音がふわっとこう軽く広がるように、というのをコンセプトに作ってみました。またネックグリップをこう薄くしたことでこういうふうにローコードをこうやって握り込む時にかなり押さえやすく感じると思います。そしてこちらのペグは琴音カスタムシリーズでも採用している五等製の UPT ペグというのを採用しました。こちら縦軸、縦のギアが入ってるんですね。ですのでこの後ろのこのつまみを4周回すと中の軸が1周回るという4対1のギアが入ってます。これ感覚的にすごい合わせやすいですね。あと設計でちょっとしたところなんですけど、この弦と弦の隙間、この弦と弦のこの隙間を今までの琴音のシリーズはこの隙間を10ミリ1センチ空けてたんですけど 9.5 ミリにしました。これほんとたった 0.5 ミリの違いなんですけど、こうやってこうコードをこう握った時にグッとこう握り込めるような形になってますので、これもねちょっとした違いですけど実際に触って試してみてもらいたいと思います。そしてこだわったのがなるべくね軽くしたかったんです。軽やかにね、甘くまろやかな音、さらに軽やかな音が出るようにボディ全体もなるべく軽くできるようにいろいろ工夫をしたつもりです。ぜひですね店頭で試してみてください。今日も見てくれてありがとうございます。これからもウクレレ関係の動画たくさん上げていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。マハロー。